朝東南方言朝鮮語の方言区画図。薄いピンク色の領域が東南方言の使用地域である。東南方言は朝鮮半島の東南部で用いられている朝鮮語の方言である。使用地域は軽症道地域とほぼ一致し、例見なかったことや軽症道方言とも呼ばれる。地域によって若干の差はあるが、概して田んぼ印はのろポイン体系である。ソウル方言の とがに合流し、とがに合流しているの音声は、ソウル方言とは異なり、中舌母ボであるは、ソウル方言の若年層と同じく、と E の中華音である。一部の地域では微母音を持つ。主に N といった微音が、I と結合するときに微母音となる。半母音には J と W の2種があるが、出現環境に制約がある。とりわけ、W は、後頭以外の位置や、以外の母音の前ではほとんど現れない。死因は、ノートを持たない地域が多い。従って、ソウル方言の、と、は、共に、と発音される。東南方言は日本語に類する、弁物的な肯定アクセントを持ち、アクセントの違いにより、単語の意味を区別する。東南方言には、以下のような特徴的な音韻変化がある。母音の前節化が広く見られる。 母音が i あるいは J を含む音節の直前で、それぞれと発音される。なお、類似の前説化現象は、ソウル方言でも見られる。南高外音の和母音お及び半母音 J の前で郊外化しとなる。同様に、高頭音は母音お及び半母音 J の前で郊外化しとなる。における、 平音の能とかが広く見られる。以下に、東南方言に特徴的な文法的形式を中心に記述する。東南方言に特徴的な体言語尾には、以下のようなものがある。活用、編集用言の体、形において、用母音語感の場合でもがつくことがある。また、母音語感の体、形においては、ソウル方言とは異なる宿約型となるものがある。 ソウル方言の変革要言のうち、変革と変革は、東南方言では、正確要言として現れる。一方、南部の東南方言では、動詞は、が、以下のように、変革要言として現れ、変革とでも言うべき要素を呈している。序述形、編集序述型には、以下のような形式がある。ソウル方言の略町上昇に相当する形としては、をつける形がある。疑問形、 編集疑問型には以下のような形式がある。東南方言の疑問形の最大の特徴は、判断疑問と疑問詞疑問とで形式が異なり得る点である。この区分があるのは当初と過少であり、判断疑問の場合には、母音で終わる形式が、疑問詞疑問の場合には、母音で終わる形式が用いられる。したがって、疑問詞が未知の意味でなく、不定の意味で用いられている場合は、 疑問詞疑問形でなく、判断疑問型が用いられる。ソウル方言では区別のつかない形が、東南方言では区別されることになる。なお、体言が、述語の場合の下小疑問型は、ソウル方言とは異なり指定詞を介さずして、疑問形語尾が体言に付き得る。この形式は中期朝鮮語にも見られる古い特徴である、命令形、勧誘形、編集大阪弁訳が添えられている。 大阪市の育のコリアタウンにて、命令型には、以下のような形がある、は、ソウル方言ではほとんど用いられないが、東南方言では盛んに用いられる。勧誘型には、以下のような形がある。否定形、編集不可能を表すソウル方言の否定副詞に相当するものとして、東南方言に、がある。引用形、編集引用型を作る語尾まである、の直後に、用言、 が来るときは、融合してという形で現れる。連帯形、編集連帯形のうち過去連帯型として、過去設備時、マイナスに非過去連帯形がついた、という形がある。語中に、とが現れる単語のいくつかは、古い音形を維持しているものである。これらは中期朝鮮語においてとで現れる場合があるものである。中期朝鮮語の母音、は、ソウル方言では一般に、栄光したが、 東南方言ではそのうち新聞の直後に位置するものが、え、移行するものがあった。方言固有の語彙には、以下のようなものがある。そのうちのいくつかは、西南方言と共通するものがある。親族に関連する語彙は、継承道日本籍を持つ在日韓国、朝鮮人の間において、現在でも比較的よく用いられている。とりわけ死因語感において、ありがとうございます。